こんにちは、速稼塾の久保です。私の投資しているソーシャルレンディング SBI の子会社なんですけども、こちらの方にちょっと事件が起きましたね。いや、ソーシャルレンディングって言うとね、こういう会社なんですよ。どうぞ、これがホームページです。ここに私、資金を預けてるんですよ。まあ大した金額じゃないんですけどもね。で、ニュースはこちらです。 SBI 子会社に業務停止命令、ずさんな管理体制、多数の投資家に損失ということで、ずさんな管理体制だったらしいです。で、当社貸付先の重大な懸案事項に関する第三者委員会の調査報告と再発防止とか書いてますよね。重要なお知らせ、こちらの方にもいろいろ書いてますけども、これがね、どうなるかっていうと、まあ基本的に投資家が、私がね、いい思いをすることはないなってことですよね。まあ投資っていうのはこういうふうに、投資先の会社とかそれに関する会社が適当なことをすることも覚悟でね、やるもんですから、金返せとかどうなってるんだっていうことは私は特に言いません。まあこういうこともあるんだなってことですね。だからこそ余剰資金でやるもんですし、まあね、ある意味ね、損を覚悟でやるもんだと思うんですよ。まあ儲けられなかったのは痛いんですけどもね、特に私が何かしたってわけじゃないし、まあ何もせずに簡単に稼ごうと思う裏にはですね、それが失われても仕方がないよねって覚悟も抱き合わせになってると思います。私はこう思ってるんで、投資の世界は何の保証も保護もなく絶対に儲かるわけでもないと。いろんな障害をくぐり抜けて運が良ければ儲かったねって世界ですから、まあね、どうなるでしょうかね、わかりませんけどね、このまま放置でございますね。パーになったらなってでいいじゃないですか。次のことをやって失火ほっか稼げばいいんですよ。こういうぐらいの気持ちじゃないとね、やってらんないし、投資家は。では、いってらっしゃい。